をまとめるのにね、ちょっと河野さんで、あのきつあなんていうか、極端すぎるというか、きつすぎる。だから、もう少し柔らかく行かなきゃいけないんじゃないかな。あのコロナが収束して、あのこれからどんどんあの経済も元に戻していかなくちゃいけないし、そういう時にはあの、うん、もうちょっと大胆な政策というか、あの国民に寄り添ったといいますか、そういった政治を期待します。正直あの僕の世代とかでいうと、みんな旅行行きたいとか、あとやっぱり経済で今給料がちょっと下がってしまったとかいう人も多いので、そういう、まあ、経済、あとはこうみんなが気軽にコロナ前のような生活を送れるような、例えば PCR 検査を無料でするとか、それによっていろいろな飲食店に行けるとか、そういうことを具体的にやって、いろいろ具体的にやってほしいと思います。